どうぞお受け取りください。はあ、受け取れ。何、俺の蔵にはそうしない余り物だ。三人も我が千年鏡に踏み入った愚かなサーヴァントが一騎、直ちにこれを処さねばならぬ。さあ我が配下たる将たちよ、セラフの新王と女王に忠誠の歩道を見せる時じゃ。とまあ要は侵入者の排除なんですけど、どなたか我こそはという方はいらっしゃいます？戦力で言えばカルナやリョフですが、彼らは強力に過ぎます。千年鏡そのものへのダメージが及ぶことも十二分にあり得る事態かと。領域へのダメージを最小限に抑えるならば、私かエリザベートが適任でしょう。え、私？まだお掃除残ってるんだけど、いいの？ふむふむ、なるほど、道理ですね。さすがはライダーさん、眼帯などしていてもよく状況が見えていらっしゃる。駒使いには掃除がまだまだありますし、マイルームのベッドメイクも言いつけていますし、ここはそうですね、ライダース。あらまあ、呂布さん、いつもお眠でいらっしゃるのに今日は随分やる気に満ちているご様子。わかりました、玉も呂布さんの真の忠義に感じ入りました。適材適所とは言えぬまでも、出陣したいというその心意気、いざや無敵の大将軍、我が千年鏡を外敵の魔種より守り抜くがよい。いいのかキャスター、呂布は？いいえ、女王の決定したことです。我々が口を挟んでしまうのは筋が違うかと。そうか、ライダーがそう言うのなら俺も従おう。何？え、何の話してるの？呂布がドーンと侵入者をやっつけてくるのよね。おお、なんというやる気全開の方向でしょう。それでこそ我が将の中で最も忠義厚き者、エリザベート。何よ、電撃ビリビリってされるようなことは何もしてないんだからね。大将軍の案内役として同行せよ。
こと千年鏡についてはいくらか心得ていよう。侵入者を見つけ出して将軍へと導け。なるほどね、そういうことなら分かったわ。任せておきなさい。私が呂布のサポートをしてあげる。すでに敵襲を受けているセクターがある。防衛に向かってほしい。獲物発見！フィジーにザップにキュートに決めるわ。制圧完了よ。次のコンサートここで披露してもいいのよね。まずいな。エリザベートが狙われているようだ。このまま放置すると我が軍の損害は拡大する。敵軍の進行を食い止めてくれ。ランサーよ、そろそろお主の出番。ふっ、用が相手になろう。ランサーよ、そろそろお主の出番だ。どうよ。さてと、そんじゃ追っ始めるとするか。にしてはやるわね、あなた。
エリザベートが再び狙われている。敵がたどり着くより先に食い止めてくれ。私も悪くないわよ。そもそも何言ってるか分かんないのよ。一気加勢だ、流れ込め。当然だ、俺を誰だと思ってやがる。存分に暴れてやるよ。防衛成功か、見事だ。
決死の覚悟で来るがいい。嘘、私を助けに来てくれたの。いいわ、助けられてあげる。成功か。見事だ。素晴らしい戦果だ。素晴らしい戦果だ。
い。何よ、もう返り討ちにしてあげるわ。何よ、救援？バックダンサーとしてなら雇ってあげるわ。わしが出るしかあるまい。どれ、丹念丁寧に潰すとするか。姿を見せたな、アサシ。あとは彼を倒すだけ。
では力比べ技比べといこう。わしを落胆させるなよ。心地の良い時間だった。呂布宝泉大将軍、つきましては申し訳ありません。そのまま中立領域へ向かってくださいます。また潔い撤退をしたなとか思ったのですが、どうやら連中セーバー率いる敵軍は中立領域を占拠すべく移動を開始したらしく、ローマの領域謎をこれ以上増殖させられては我が帝国の名折れ。そこで大将軍、あなたの力をもって中立領域の奪取をお願いしたく、我が帝国における最高の忠義者たる大将軍であれば、きっと、きっとお受けくださると私もご主人様も信じてます。実際のところいかがです？お疲れだったりします？あなた大丈夫？さっきの戦闘で消耗しすぎてるんじゃないの？バーサーカーって燃費悪いんでしょ？そういえば新しいセラフへの限界って魔力供給どういうことになってるんだったかしら。ムーンセルが魔力を供給している状態だろう。だが無限の供給を行うわけではない。消耗すれば回復が必要だ。我らの場合、玉座を有する本陣に待機すれば自動的な回復がなされることになる。レガリアの機能の一部を割譲された玉座ならばこそ回復効果は他のそれよりも大きいという話だ。俺も全てを把握しているわけではないが。へえ、そういうものなのね。私あんまり自覚してなかったわ。
自分の魔力供給の経路ぐらいきちんと意識すれば把握できるでしょうに。だから駒使い止まりなんです。ああ、大将軍がやる気に満ち溢れて。ではすみませんが、どうか中立領域の確保よろしくお願いいたします。All right.